なぜこんなところに。イルムナ、相手はたかだか数人だ。あの反逆者を捕らえれば恩賞を賜れるのだ。生死は問わん。包囲して奴らを捕らえよう。1回になって一気に突破する。みんな俺から離れるな。決めるよ。行くぞ。これだ。これだ。遅れるな。踊るな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。持っても持ってばかりじゃダメ。滅する。それがどうした。まかり通り。気を逃すな。畳みかけるぞ。これで決めるよ。行くぞ。これで決めるよ。行くぞ。死にたいのは。通れぬな。切る。さて、楽しませてもらおう。はっ。情けはかけない。許さない。無益な血は流したくない。聞いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。決めるよ。行くぞ。この日を逃すな。畳みかけるぞ。せい。だ。ガヌ。遅れるな。滅する。砕けよう。り通る。これで決めるよ。行くぞ。遅れるな。この日を逃すな。畳みかけるぞ。踊るのよ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。余計なことはするな。情けはかける。まかり通る。これで決めるよ。行くぞ。この日を逃すな。畳みかけるぞ。余計なことはするな。では後でたっぷりとしてやろう。許さない。フューリア、大丈夫か？え、このくらい平気だ。もたもたするな、早くしろ。行きましょう、レオ。っていうところだったのに、魔物にも分かっちゃうのかな。私の可愛さが、ほんと私って罪作りな女よね。美少女ルアナちゃん、絶対絶命のピンチなんだね。と冗談言ってる場合じゃなかったか。こんな時は白馬に乗った素敵な王子様が颯爽と現れるっていうのが定石なんだけど、そんなことあるわけ。言ってみるものね。それとも普段の行いが優勢かしら。白馬じゃないけど白は白だしね。大丈夫か？こんなところで何やってるんだ。たまたま私たちが通りかかったからいいようなもの。偶然ではありません。これは必然です。彼女はあなたと同じようにレオンハルトの魂に引きつけられたのです。私があんたに引きつけられただって？どういうことか納得のいく説明をしてもらおうか。いや、そんなことを俺に言われても。なんだかパッとしない白馬の王子様ね。ここは一つ気分出しとかないとね。ああ、助けてー。何のことか本当に俺は知らないんだ。後でディシャナリでも聞いてくれ。それよりも今は彼女を助けることが先決だ。なんだよそれ。分かったよ。リシャナに聞けばいいんだろ。決めるよ。行くぞ。遅れるな。この日を逃すな。畳みかけるぞ。これで。働いてもらうとするかの。私にだってできるんだぞ。情けはかけぬ。無益な血は流したくない。聞いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。ありがとう。逃がさない。楽しませてもらおうか。どのように。気を逃すな、畳みかけるぞ。これで決めるよ。行くぞ。この日を逃すな、畳みかけるぞ。終わらせる。はい、逃がさない。大丈夫ですか？怪我はありませんか？平気平気、助けてくれてありがとう。いえ、怪我がないようで何よりです。こんな時は可憐な女性がお一人でこんなところを旅するなんて危険ですよって言わない？ああ。何困ってるんだ？そんなこと言わなくていいんだよ。それよりもこいつも引きつけられたって言ってたけど、どういうことなんだ？レオンハルトには人を引きつける力があります。だからこそレオンハルトと契約を交わしたのです。人を引きつける力？何それ？俺にもよくわからないんだが。あ、ちょっと待って、君のことをどこかで見たことあるような気がするのよね。グリダマスの隊長だよ。はあ、もしかして金色のレオン？もううるさいな。でもグリダマスの、しかも金色のレオがなんでこんなところにいるの？ここはもうリグルス領よ。リグルスに向かっているからね。訳ありってことね。それじゃあ私も一緒に連れてってもらえる？私もリグルスに行く途中だったの。ついでに訳ありな事情について話を聞かせてもらっちゃおっかな。いいでしょう。事情は私が説明します。それじゃあ決まりね。私はルアナ、これからよろしくね。何がよろしくだよ。あんたさっき戦えたんだろ。あれ、分かっちゃった？いいじゃない、ちょっと気分を出してみただけよ。運命の出会いって演出が大切でしょ。何が運命の出会いだよ。いいか、私らの足手まといにはなるのよ。そうならないように努力をしてみるわ。